百田直樹さんと有本香里さんが異文化様々の対応に対しズバリの発言を炸裂。この動画では学校給食における宗教的配慮という重要な問題に焦点を当てます。具体的には日本の学校で増え続けるイスラム教徒の子供たちに対して豚肉やアルコールを避けるなどの配慮が求められている現状とそれに対する様々な意見を紹介します。あなたは今社会の変化に対して何かと怒りや不安を感じているのではないでしょうか。特に自分たちの生活や文化に直接影響する変化についてはもっと強い感情を持っているかもしれません。さらに言うとその変化が将来の世代に何を残すのか深く懸念しているのではないでしょうか。自分たちの文化が軽視されているのではないかと思うかもしれません。ここ最近の報道を目にして自分たちの文化を守りつつ他の文化と共存することは不可能だと懸念を抱いているのかもしれませんね。確かにそう感じるのも無理はありません。この問題を無視すれば社会の分断が深まるリスクがあります。なので今回は学校給食における宗教的配慮と日本の伝統文化の間のバランスについて徹底解説していきます。この動画を見終わった後には学校給食における宗教的配慮の現状が理解できるようになり、さらに日本の伝統と文化をどのように尊重していくかの具体的なアプローチを知ることができます。私自身この問題について深く考え様々な意見を聞くことで怒りや不安だけでなく理解と共感の大切さを改めて実感しました。ぜひ最後までご覧ください。西日本新聞の報道によればイスラム教徒の子供たちの増加に伴い学校給食において豚肉や酒を避けるなどの配慮を求める声が一部から上がっているそうです。この文化的な配慮を取り入れることは一部の地域ではすでに実践されており、具体的な例として北九州市や熊本市、仙台市、東京都、新宿区の学校での取り組みが挙げられます。北九州市ではアフガニスタン出身のムスリム家庭の女の子が給食を食べられなかった経緯を背景に食文化への理解と配慮を求める声が、熊本市では留学生の子供たちも含めムスリムの生徒がいる学校では豚肉を含むメニューに印をつけるなどの工夫が、また仙台市ではイスラム教徒に合わせた食材を使用したゼリーの準備を行い、新宿区では豚肉を含まない料理の提供が始まっています。これについて百田さんは、勘弁してほしい、こんなことを言い出したら我が家は代々こうだからと言われたらそれを受け入れなければならなくなってしまう。有本さんもこれに続いて、本当にムスリムの人たちの戒律に沿おうとしたら豚肉を調理する際に使用した食器や調理器具は使えなくなるとのことでした。この件について当チャンネルの解説員松野ひろ子さんに解説していただきます。松野さん、学校給食における特定の宗教への配慮が進められていますが、日本では日本の文化を尊重し多文化主義を目指すべきでないという意見もあります。このような観点から給食における宗教的配慮についてどう考えますか。日本は独自の文化と伝統を持つ国です。給食における宗教的配慮が議論される際重要なのは日本の文化と教育の枠組みの中でどのように対応するかです。日本の学校給食は栄養面だけでなく食育を通じて日本の食文化を学ぶ場でもあります。したがって宗教的な理由で特定の食材を避ける必要がある生徒に対しては個別の対応を考える必要があるかもしれませんが、全体の給食メニューを変更することは日本の食文化教育の観点から見直すべきではないと考えられます。つまり日本の文化と伝統を優先しつつ個別のニーズには別途対応するという形が望ましいということですね。はい、日本の学校教育は日本の文化や価値観を理解し受け継いでいくことにも役立っています。特定の宗教的配慮が必要な生徒に対しては例えば弁当を持参させるなどの対応を検討することは可能ですが、それは日本の文化教育の枠組みを守りながら行うべきです。松野さん、ありがとうございました。私たちが今直面しているこの問題に対して怒りを感じずにはいられません。
日本に住むということは日本の文化や習慣に適応することが自然であるべきです。それにもかかわらず学校給食での特別扱いを求める声が上がっている現状には納得がいきません。私たちの文化、私たちの伝統を尊重することは、ここ日本で生活する全ての人に求められるべき基本的な態度です。なぜ日本の子供たちが自国の文化から遠ざかるような状況を作り出さなければならないのでしょうか。学校給食は単なる食事の提供場ではなく、日本の食文化を学び体験する場でもあります。ここでの特別扱いはそういった学びの場を奪うことに他なりません。日本で生活する以上、日本の文化に触れ理解し、そして尊重することは共生する上で非常に大切なことです。それができないのであれば、共生の意味を改めて考える必要があります。もちろん宗教的な理由で食べられないものがあることは理解しています。しかしそれに対する対応は全体のルールを変えるのではなく、個別に対応する形が適切です。全体が同じルールの下で生活し、文化を共有することが互いの理解と尊重につながるはずです。この問題はただ単に給食のメニューに関するものではありません。日本という国で共に生きるということ、互いの文化を尊重しつつも共有のルールや文化の中でどう共生していくかという大きなテーマに関わっています。怒りを感じるのはこの大切なバランスが軽視されているからに他なりません。以上で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。